手に何かついたぞ。気分が悪くなってきた。蓋の取っ手に塗ってあったものが。なあ、お前顔が溶けてるぞ。なんだって。溶けてる。何、蓋に何か書いてある。出口はこちら。でも下僕剤を探すことを進めます。どうやって探すんだ。探すことだって探すんだ。探しても無駄だ。どうせここで死ぬ。俺は死なない。俺は死なない。解毒剤。数字が10個、穴は4つ、4桁のコードか。こちら5号室、待機せよ。待機中。2人発見、どうぞ。了解。清掃は20分でお願いします、どうぞ。了解、以上。おい、見ろよ。酸素マスク、どうするつもりだったんだ。呼吸よ。Ah!
君はダークホースだったな。ジェイソンにかけてたよ。でもこれがゲームの面白さ。灼熱、極寒、毒ガス、怪我を乗り越えて君だけが最後の部屋をクリアした。自分でも驚いたんじゃないか。アドレナリンで意外な力が出たかな。座りたまえ。喜ぶがいい。何かで勝つのは初めてだ。このイカれたゲームを作ったのはあんたか。いや、私はゲームマスター。作ったのは別の人間だ。娯楽のために人を殺すのか。なんだよ、他に楽しみがねえのか。君はどうなんだ。タクシー代をケチって友を殺した。人のことを責められる立場じゃないだろう。人類は有史以来命を懸けた人間の戦いを傍観することに心を躍らせてきた。古代ローマの剣闘士、公開処刑、交通事故のやじ馬。でも最近はどうだ。何もかも安全で面白みがない。そこで我々はまだ血を好む人々のためにゲームを開発し、究極の戦いを観戦する特等席を提供する。我々の顧客は世界的な権力者ばかりだ。年々要求レベルが上がってね。もっと凝った部屋にしろとか、メンバーをどうしろとか、生死を分かつ面白い仕掛けを求める。去年のメンバーは大学のスポーツ選手、その前は天才たち、今年は死亡事故の生存者。生存と運の関係に興味を惹かれたらしい。運がいい人間はサイコパスに誘拐されて拷問されたりしないだろう。サイコパスだなんて、そんなこと言われると傷つくね。どうなることかと思ったが、とにかく君は勝った。ゲーム史上最高の大穴だ。